痩せたいなら頑張らないで。今回の動画では頑張らなくても痩せる生活ルーティンというテーマでお伝えします。皆さんは痩せたいけど辛い努力はしたくない、我慢するぐらいなら太ったままでもいいなんて思ったことはありませんか？ただこの動画をクリックしてくださったということは、頑張らなくてもいい方法なら試してみたいと思ったからではないでしょうか。実際本当にダイエットに成功し、その体型を維持していきたいのであれば、できるだけ努力なく実践できる方法で痩せることが大事。なぜなら継続できるから。そのため無理のない方法ならダイエットの成功率もリバウンドしない確率もぐーんとアップするんです。ということで今回は、朝から夜寝るまでの間に私が実際に行っているルーティンをご紹介します。この簡単なルーティンのおかげで、私は2度の出産を経てもアラフォーになっても無理なくマイナス12キロの体型がキープできているので、ぜひ参考にしてみてください。産後は20日で9キロ痩せました。で、今産後58日ですね。ほぼ妊娠前の体型に戻っておりますので、産後ダイエットに悩んでいるっていう方にもおすすめの内容になります。デブ目角をリセットできると大好評の調味料ダイエット本を無料でプレゼント。詳しくは概要欄をチェック。頑張らなくても痩せる生活ルーティン1つ目です。朝の光を浴びる。朝起きたら私が必ず行うこと、それはカーテンを開けて日の光を浴びること。なぜなら日の光を浴びることで体内時計が整うんですね。これによって自律神経も整いやすくなる。すると体の機能が正常に働きやすくなる。つまり勝手に痩せやすくなるんです。しかも朝日を浴びるメリットはそれだけではありません。というのも、朝日を浴びると痩せホルモンが分泌されやすくなるんです。これはセロトニンというホルモン、別名ハッピーホルモンとも呼ばれます。その名の通り幸せを感じるホルモンなので、ストレス食いを防ぐ効果が期待できるんですよ。加えて食欲を安定させる効果まであります。ただ光を浴びるだけでこんなにすごい効果があるなら、本当に頑張らなくても痩せられますよね。ちなみに曇りや雨の日でもある程度効果はあると言われていますので、毎日意識して継続するようにしてみてください。頑張らなくても痩せる生活ルーティンに、体組成計に乗る。続いては頑張らなくても痩せる工夫。それはただ体組成計に乗るというだけ。なぜなら体組成計に乗らない期間が長くなると、うっかり体重が増えてしまうことが多いから。というのも、昔の私は体組成計に乗らないうちに大幅に太ってしまうということがよくあったんですね。実際レコーディングダイエットというものがあるくらい、自分の状態を自分で把握しておくことはダイエットにおいて重要。スタート地点がわからないことには基準や変化を見ることはできないですからね。ただ朝一というのは食事による数値への影響が少ないので、比較的正しい数値を測定できるというメリットがあります。測定するだけなら誰でもできます。なので、まずは朝に体重体脂肪率を測定し、自分の状態を自分でチェックできるようにしましょう。とはいえ、体重や体脂肪率はあくまでも目安の一つ。短期的にはダイエットの成果と比例せずに増減することも多いです。なので、一喜一憂せずに 1,2 週間程度の平均値を参考程度に取り入れてみてくださいね。頑張らなくても痩せる生活ルーティン3、コップ1杯の水を一気飲みする。これは便秘になりやすい方に特におすすめの工夫。なぜなら、水を一気に取ることでお休み状態だった胃腸にスイッチが入り、消化力や排出力がアップするから。私のダイエット講座の受講生様も、この朝一の水を意識し始めてから頑固な便秘が解消されたという方、本当に多いです。こうして消化力や排出力がアップすると、勝手にダイエットが進みやすい状態になりますよ。というのも、胃腸の状態がいいとしっかり栄養が吸収でき、食欲も安定しやすくなるからです。ただ今のように寒い時期は特に冷水は避けるようにしてください。刺激が強すぎて胃痛や下痢につながるリスクがありますからね。おすすめは常温の水かぬるめの白湯。
ちなみに私は朝一にコップ一杯の常温水を飲んでから朝ごはんと一緒にレモン白湯を飲むことが多いです。ポリフェノールやビタミン豊富なレモンと白湯の温活効果でダイエットがさらに進みやすくなりますよ。飲むだけなら本当に簡単ですよね。私はいつもね、こちらを使っております。愛媛県で作られているものですね。また気になる方は概要欄にも載せておきます。頑張らなくても痩せる生活ルーティン4、朝ごはんを食べる。朝は忙しくってつい食事を抜いてしまう。デトックスのために朝食はあえて食べないようにしているという方も多いのではないでしょうか。しかし代謝を上げながら健康的に痩せたいなら朝ごはんは必ず食べるようにしてください。なぜなら朝食をとることで体の中で熱を生み出し代謝を高めてくれるから。しかも朝というのは一日の中で最も体温が下がっている状態なので、朝は特に食事を抜かないことが大事。しかも朝に食事をとってしっかり胃腸を動かすことでデトックス力も上がりやすくなります。とはいえ朝から手間のかかる食事を用意しなくっても大丈夫。まずはタンパク質だけでも意識して摂るようにしてください。というのもタンパク質は特に体温を上げる効果が高い上、満足感も得られ筋肉の減少、代謝の低下を防ぐ効果もあるから。さっと摂りやすいものだとチーズやヨーグルトなど乳製品であったり、あと、納豆とか豆腐などの大豆製品、目玉焼きやゆで卵などの卵がおすすめです。食べないのではなく食べるので無理な努力なく実践しやすいですよね。頑張らなくても痩せる生活ルーティン5、コーヒーを飲む。こちらも努力不要で取り入れやすいルーティン。言われなくても毎朝コーヒーは飲んでいますという方多いのではないでしょうか。とはいえコーヒーがダイエットに効くなんて本当なの？と思った方もいらっしゃるかと思います。しかしコーヒーはダイエットに嬉しい栄養がたっぷり。まず代謝アップ効果が高いポリフェノールが豊富。加えてコーヒーに豊富なカフェインは消化酵素を活性化させる働きがあるので脂肪が効率よく分解してくれるんです。またカフェインは交感神経を高めることで代謝をアップしてくれる効果もあると言われています。美味しいコーヒーを飲むだけでこんなに嬉しい効果が得られるんですね。ただコーヒーに含まれているタンニンという成分は鉄分の吸収を邪魔する作用があったり、朝一のコーヒーは血糖値を下げるインスリンというホルモンの効きを悪くするとも言われています。なのでより効果的にコーヒーを取り入れたい場合はできるだけ食事中や食直後、朝一の摂取を避けて朝食から30分以上空けてから飲むことがおすすめです。頑張らなくっても痩せる生活ルーティン6、定食の形を意識。ダイエットのためにはカロリーや糖質の摂りすぎはダメ。栄養バランスよく食べることが大事というのは皆さんも理解しているかと思います。しかし具体的にはどのような食事をとればいいのかがわからないと悩んでいる方多いのではないでしょうか。そこでおすすめの工夫が定食の形を意識して食事をすること。例えばタンパク質がメインとなる主菜、野菜がメインとなるサラダなどの副菜、きのこや海藻が入った汁物、煮物やきんぴらなどの副菜、小鉢ですね、お米などの主食というような形でございます。こうした定食の形なら外食やコンビニでも意識することができますよね。例えばコンビニなら焼き魚や焼き鳥、サラダ、インスタントの味噌汁、おにぎりという感じ。これなら難しく考えなくっても空腹の我慢をせずに簡単に実践しやすいですよね。頑張らなくても痩せる生活ルーティン7、こまめに水分を取る。続いても超超簡単なルーティンです。それは水分を取るというだけの工夫でございます。ただ簡単かつ当たり前すぎて意外と見落としていたという方多いのではないでしょうか。しかしこまめな水分摂取はダイエットにおいて本当に重要なポイントです。なぜなら水分を取ることでデトックス力、代謝、満腹感を高めることができるから。ただいくら水分が大事だからといって一気に取る、大量に飲みすぎるというのは NG。 かえって体に負担となってしまう危険がありますからね。
なので必ずこまめに適量を飲むようにしてください。1日の目安量としては体重 kg×30ml、 50kg の人であれば 1500ml 程度。ちなみに水分摂取の基本はシンプルな水がおすすめ。どうしても味がないものは苦手という人はノンカフェインのお茶やレモン水などでも OK。 またつい水分摂取を忘れてしまうという人はできるだけいつも手元に水分を置いておく、持ち運ぶ、飲む時間を決めておくというのもおすすめの工夫ですよ。頑張らなくっても痩せる生活ルーティーン8、間食を取り入れる。これこそ頑張らないダイエットの真骨頂ではないでしょうか。ダイエットのために間食を控えましょうというのが定番な考え方なのに、頑張らないダイエットではむしろ間食を取り入れる方がおすすめ。なぜなら間食をあえて取ることでお菓子や次の食事での食べ過ぎを防ぐことができるから。実際過去の私も間食を我慢しすぎて反動でお菓子を暴食してしまうっていうことがよくありました。こんなことになるぐらいなら毎日意識的に間食を取り入れてみてください。ちなみに間食はできるだけ栄養のあるものを取り入れることがおすすめです。例えばこういった干し芋とか栗とか果物などの自然な甘みのもの、あとチーズとかナッツとかね、小魚などの低糖質なもの。私もこういった間食のおかげで無理なくマイナス12キロのダイエットに成功することができました。ちなみにどうしてもお菓子を食べたいっていう時は太りにくい3時のおやつの時間帯に温かい飲み物と一緒にゆっくり味わって食べるようにしてみてくださいね。このように食べちゃダメではなく工夫して楽しむということを意識するとストレスが少なくダイエットに成功しやすいですよ。頑張らなくっても痩せる生活ルーティーン9、入浴ながら運動。こちらも努力や根性の必要なく実践しやすい工夫。特に今のように寒い時期だとむしろ積極的に入浴したいですよね。ただ忙しいとついシャワーだけで済ませてしまうという方も多いのではないでしょうか。しかしダイエットを楽に進めたいなら短時間でもいいので湯船に浸かることがおすすめです。その理由は温活効果によって代謝やデトックス力を高めることができるから。さらにリラックス作用によってストレス旅を防ぐ効果も期待できます。また入浴している間に軽くマッサージやストレッチ、ドローインなどをすればダイエット効果をより高めることができますよね。このようについつい忘れてしまうマッサージ、ストレッチ、筋トレなどは毎日必ず行う動作と一緒にながらで行うことがおすすめ。私が12キロのダイエットに成功した時もわざわざ時間をとって運動することは一切しておりませんでした。意識したのは食事とこのながら運動だけです。ちなみにこの運動も無理なく続けやすいものから取り入れるようにしてみてくださいね。頑張らなくっても痩せる生活ルーティーン10、睡眠時間を確保する。最後に頑張り屋さんが多い日本人女性に特におすすめしたいルーティーン、それが睡眠時間の確保です。仕事に、家事に、育児や介護、女性って本当にたくさんの役割を担っていることが多いですよね。そのため自分のことは後回しにしてつい睡眠時間を削って頑張ってしまう方多いと思います。しかし痩せたいなら頑張らないで。これは本当に声を大にして言いたい。私のダイエット講座の受講生様を見ていても皆さん本当に毎日頑張っている。とにかく寝てない。ただ睡眠時間が少ないと食欲や味覚が乱れやすくなって食べ過ぎやお菓子につながりやすくなる。またストレスホルモンも増えて代謝が低下してしまうリスクもあります。なのでできるだけ7時間程度は睡眠時間を確保するようにしてください。どうしてもそれが難しいという人はせめて睡眠の質を高める工夫を取り入れてみてくださいね。ちなみに睡眠の質を高める工夫についてはこちらの動画でもご紹介しております。ついつい寝不足になりがち、ダイエットを頑張っているつもりなのになかなか痩せない人はぜひ概要欄からチェックしてみてください。夢のような眠り痩せ習慣6つの裏技大公開という動画です。
他にも私の食べて痩せる食事法を3ステップで学んでやってみて、ダイエットから卒業をしたいという方は私の無料公式 LINE がおすすめです。今なら人数限定にはなるんですけど、小学館から 6.7 万部発行されておりますズボラ春食ダイエットの書籍を人数限定でプレゼントしていたり、あとはエッセ調味料ダイエット献立カレンダーの書籍のお得なキャンペーン、あと私の無料のオンライン勉強会や私が普段食べているレシピも LINE から定期的に案内であったりプレゼントっていうのをさせてもらっています。気になる方は概要欄からお友達追加して、あなたのダイエットにぜひお役立てください。ではチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー保健師の松田玲でした。じゃあね、バイバーイ。